DC ユニバーサルラジオプレイリスト、ラジプレイ。皆さんこんにちは、アニメ音楽ライター住川隆一です。アニワー外福はうち NBC の上田です。物もらい中西です。はい、この番組では NBC ユニバーサルからリリースする最新楽曲の情報や Spotify にて NBC ユニバーサルアニメミュージックが公開しているプレイリストなどをご紹介していきます。というわけでございまして、お二方、片や何？おにわそと福はうち。節分だよ。はい。ああ、なるほど。節分の季節。あれ節分ですでしょ。3日。ほらもう明日節分よ。はあ。ちゃんと季節ネタをね、時節ネタを持ってきたと。俺さ、東京出てきてから初めて分かったんだけど、うん、あ、新潟って、うん、あの落花生の殻付きのやつ投げてたの、ずっと子供の頃。こっち来たらなんか豆の、うん、あの芯のところだよ、うんうんうん、あれって思って。北はね、外に投げた時に雪の上に落ちてって、はい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 、でもうあの殻付きだからまた拾って食べて、思っても見なかった豆知識が豆だけに、豆だけに、さすが物もらいできてるの違うね。そうそうそう、豆みたいなのがここに投げた豆がここに当たる。なんだ今日なんかみんなちゃんとなんかあれ台本読んできたんですけどというわけでございましてね、はい、ラジプレイ、シャープ26ですか、はい、新年、うん、一発目一発目から次、うん、いやいや、あれ新年二発目だね、これね、二発目ですか、これ。なんかやったっけ。やりましたね、1月になんか。いやいや、あれなんかなんね、とにかくね、住み臭い。いや、本当に本当に大変だったもん。本当に住み臭かった、洗濯が。いやー、未だにうちは匂ってますっていうね。キャンプ会をね、はい、やりましたね。やりました。大冒険でした。皆さんご覧いただけましたでしょうか、はい、ということでございます。まあ、通常会はね、うん、2022年初ということで、はい、初めての、ラジプレでございますので、ちゃんとね、我々もう普通にあの今年もちゃんと音楽の話していくぞっていう、アニソンの話していくぞっていうことをね、はい、ちゃんと皆さんにねここで周知していただくような形になりますけども、はい、そんなラジプレが、うん、リニューアルきたするということで、早くも2022年しよう、マジ何のアナウンスもし急になるもんですね。というわけでね、今回からコーナーを分けて、うん、皆さんちゃんと聞いてくださいね、これね、うん、毎週放送しますと。お、これはね、誰がそうしたのか、誰がやれんのか、毎週。いや、でも結局こういうお話も、うん、あのキャンプ会があったから、そのいろいろ話したでしょうが、でもあれきっかけだよ、きっと。そうだったっけかな、うん、なんかもう本当にあの回のことは何一つ覚えないですか。思い出したくない。思い出したくないっていうかね、記憶から抹消されてるんですけどね。、はい、まあそんな感じでね、一応毎週っていうことで、うん、コーナーを分けて、うん、まあ、2回ね、まあ、前半後半というわけじゃないんですけども、うん、毎週週1回の、まあ、毎週水曜日に放送していきますので、うん、ぜひぜひね、これからね、2週に1回でなく毎週皆さんとお会いできるということで、ぜひぜひちょっとね、これからもご愛顧のほどよろしくお願いいたします。再生数稼ぎたい。いやー、これがね、吉と出るか京都出るか、京都出るか、ね、今日もあるかもしれない、うん、まあまあまあ、ちょっとそれに関してはね、うん、皆様の反響もしたよね、うん、何かそういったリアクションもいただければと思いますよ、はい、さあそんなわけでございましてね、今週のラインナップでございます、はい、NBC ユニバーサルからリリースされた名盤を紹介するレジェンドディスク、はい、こちらのコーナーでは川田真美さんのスキュアザサークルをご紹介します。というわけで、こんなメンバーでお届けしますラジプレイ、どうぞ最後までよろしくお願いします。 NBC ユニバーサルラジオプレイリストラジプレイ。改めまして、ラジプレ MC の住川隆一です。上田です。 NBC 中西です。はい、というわけでございまして、うん、新年一発目、の通常会、はい、というわけでございまして、まず近況からでございますけども、はい、まずオープニングで話してた、はい、キャンプ会でございますね、はい、まあ、キャンプ会、焚き火、炎は燃えたが、うん、動画自体は特に大きな覚えることはなくくすぶってる。そうでしょ。そうですね、あんだけ薪焚いても火が上がんないもんですな。上がりませんな。我々のテンションとこの、ね、逆行するかのような。本当ですよ。楽勝で俺1000超えると思ってたからね。
だってね、ほらキャンプ会は数字は稼げる、数字稼げる。キャンプだったら、うん、キャンプで下駄履かせりゃなんとかなんだろうと、なんとかなるだろうと。そうですね。まあでもだからあれはちゃんと我々の中でも、うん、ね、充実感はすごい残ってるんですよ、うん、はい、楽しくやってます、はい、非常に、ね、バロンのね、やっぱね、あの編集もね、はい、お見事でございました。初の動画ですからね、うん、はい、うん、でございましたけども、うん、まあそういったのもありましたし、我々としても英気を養ったのか。もうね、もうね、まあ動画でご覧ください。はい、いろいろなことがありました。あの時は、上田明こけるとか、うん、ハーレーこかす事件とかね、はい、あったあった。もうね、いろいろあったんですよ。はい、もう本当になんか照明がね、途中で落ちて、落ちるとか、ね、中には渋滞でたどり着けないとか。で帰りさ、俺中西さんの車で送ってもらったんですよ、はいはい、うん、俺は後ろでね、バイクで尾行してってね、うんうん、そう、そしたらね、中西さんが、あ、やべ、道間違えたんですよ。間違えた道を、うん、まあ、もちろんね、当たり前ですけど、上田さんは丁寧についていただいて、ね、ね、僕も走りながらバックミラーでチラチラね、アキラさんのことを見てて、うん、ごめん、まあ、間違えたよ、間違えたよ、ニヤニヤニヤしながら、でもなんか明らかにちょっとこの道おかしいんじゃねえかっていう顔はしてたよ。俺はだから地図見ながら走ってたから一応、うん、おかしいな。でもまあきっとあれだ、凍ってる道を避けてくれてるんだ。なるほどね、はい、そういう配慮があったと思って、そうそう、もう好意的に受け取ってましたよ。むしろ凍ってそうな道ばっか通ってたんで、あの間違えたことによって ね、いやでも、いや、面白かった、はい、本当。でもなんかね、まあ、楽しかったし、はい、あれですけど、本当に体力を使った、うん、確かにね、まあ、動画ってこれぐらい大変だなって思われましたけども、はい、まあね、しばらく音声ではね続けますし、うん、まあでもどっかでまた動画もやりたい、やりたいです、うん、でも真夏のビーチとかよくない？と春の花見とかさ、あ、花見ですね、花見、海はおじさんたちの、こうね、だから本当それこそね、まあ、いわゆるもちろんご時世的なものといいますか、うん、それをね鑑みながらですけども、うん、何かこうやって動画をちょっと撮ってね、はい、皆さんちょっと、まあ、少しはね味付け的なものとしてね、そうだよね、ちょっと映像を、うん、まあ、これはちゃんとしっかり地固めすれば、うん、何か映像でもっと面白いことができるよとか、うん、何かね NBC の何かコンテンツとしてもうちょっと何か一つ、はい、一つ底上げできるんじゃないかと思っておりますので、そうですね、まあ、一つよろしくお願いしますねって。なんかね、ライブ会場とかでもね、なんかできたら、バックステージとか、それはそれ、バックステージもそうだし、なんかこう開演前とかの、うん、もう本当お客さんとかいるところで、うん、なんかこうね、こうマイク持ってやって、まあ別にお客さんにインタビューするしないっていうのはあれですけども、僕ね昔それやったことあって、うん、ほうほう、会場待ちの、うん、お客さんにインタビューして、はいはい、それを即 YouTube で上げるっていう、うん、でグッズ紹介、はいはい、物販で俺が実際にそれを着て、うん、この T シャツはこうですとか、うん、こういうグッズがありますよとかっていうのを俺一回やったことあって、うん、それをアーティストの、うん、ツイッターかな、うん、ツイッターにバンバン連投したんですよ、で今こうなってます、うん、もう会場ですとか、はいはい、で僕がインタビューしてどっから来たんですかとかってやってるんですよ、うん、そしたら、うん、ものすごく不評で、ダメだったの。何がダメだったんだ。あのね、うん、女の子のアーティストだったんですよ。あ、なるほど。でヒゲのおっさんが急に、うん、グッズ紹介とかやったら、うん、若干フォロワー数が下がるっていう、ね、そうか、怪事件があったっていうね。まあそれは楽しかったんですけど、まあでもまあちょっとなんかね、いろいろね、やりようは何かできるんじゃないかっていうので、うん、まあもしかしたらそうやってなんかラジプレのリスナーの方と、うん、接触するとか ねお会いできるタイミングがもしかしたらね、ライブ会場の、並んでるところでとか、確かに我々行ってますんで、なんかもしラジプレのリスナー声かけてくださいねとかっていうのも面白いかもしれないね。まあね、俺ら実績ないから怪我しねえもんな。怖いものなし。失敗がないんだもん。そうですよね、ハーレーこかしても怪我はなかった上だけですから、それはもう守られてます、僕守られてます、はい、さあ、というわけでございます、はい、まあ、そんな感じでよろしくお願いしますということで、はい、でもう一個近況としましては、はいはい、なんつったってって話でございますけども、うん、1月23日に行われましたリスアニアライブ2022、はい、あと日本武道館、はい、はい、こちらね、まあ、3 days 行われて3日目に、うん、こちら南條義さん、江凪凪さんが出演されて、はい、ことこさんね、残念ながらちょっと残念でしたね、うん、はい、いや見たかった、うん、これはね、うん、本当に面白かったんで、お話を聞いてね、いやもうね、瀬取り言えないけど、言えないけど、ぜひ披露したかったね、うん。これはまたね、小藤さんになんか良きタイミングで話を聞ければなと思います、はい、うん、さあ、そしてですね、はいはい、ライブの話ですけど、うん、凪さん、
よかったね。いやーこれは素晴らしい。一発目、うん、いや君という神話始まったんですよ。まあ言うたら、この曲で始まるのかっていうのは、なるほど、ね、ちょっと意外性はもちろんあって、はい、で結構もちろんあの、うん、声は本当出しちゃいけないですよ、うん、出しちゃいけないですけど、やっぱ客席はざわつくんですよ、うん、ああなるほど、おっていうような声がちょっと、うん、なんか漏れてしまうような声が聞こえて、そっから始まって、はいはいはい、そうだね、いやあれをライブで聞けたのはちょっと、あれライブやったことないんだ、多分ないと思うね、前田純さんとの ね、うん、あのねコラボっていうかそうしたけども、あれは素晴らしかったな。だから本当になんかそういった意味では、うん、あのそういったスペシャルな曲もやりながら、はい、しかもラテラリティも久しぶりだったね、なんか久しぶりですもんね、挟んできてやっぱ緩急つけるときにこの曲いいなと思って聞いてたし、あんなキラキラした君という島が流れて、はい、アウトロで急にギャーンって始まってっていうので、でもちろん印火であったりとかもそうだし、印火も初かな多分、あそっか、結構じゃあもう序盤からレアな、うん、そうですね、ありましたけども、でやっぱあの MC でも話されてましたし、はいはいはい、いろいろね、あのやっぱ今年10周年っていう10周年ですよ、あってっていう部分もあって、最後のビートルの上でしょ、そうですね、あのやっぱね、あの祝祭感というかね、うん、ね、ハッピーな感じ、あのちょっと渚さんがぴょんぴょん跳ねながら、ね、うん、あのね俺ら、あ、俺だけかもしれないけど、なぎジャンプ、なぎジャンプをね見るとなんかねホッとすんだよね。なんか本当にそのいろんなサウンドを聞かせながら、最後やっぱこれに落ち着くと言いますかね。はい、うん、非常にハッピーな空間っていうのがあったっていうのが、なぎさんのライブもう本当に素晴らしかったです。あのボーカルね、春もどきのイントロが流れた瞬間のザバって感じ。そうですね。音出しちゃダメなんだけど何かこう。現場ボワーみたいなのがね、うん、そうそうそう、やっぱあの俺ガイルの曲って、うん、あのイントロがボーカルから始まるじゃないですか、はいはいはい、あの歌い出しがなので、うん、もう鳴った瞬間うわーっていう ねあの気持ちいいですよね。良かったな。だから本当に全5曲ですけど、すごい濃密な、うん、あのセットリストだったなって、はい、素晴らしかったですね。さあそして、はい、なんじゃ吉野さん、はいはい、大鳥でございます。大鳥ございましたね。3日間の大鳥ですよ、もう本当にだからその大鳥感はすごく強くて、うん、まあ、本人もね結構そういったあのニュアンスといいますか、はい、お話はねされていましたけども、はい、うん、大鳥にふさわしい。相変わらずでも出番直前までもう緊張した、出たくないっていつものことなんですけど、うん、でよりさらに今回はねその大鳥っていう部分もあってっていうので、はい、なんかそういった部分で、でも君が夕暮れからしっとりスタートしていくっていう、はい、入り出しっていうのもね良、うん、かったし、エボリューションもそうだし、新譜から青星もね、うん、そう、これがね青星良かったね、良かった。これはやっぱあの個人的にはね、うん、やっぱりマミさんが歌詞を書いてるっていうのがあるんで、はいはい、川田マミさんが、なのでやっぱそのマミさんもやっぱりリスナーにライブとは非常にゆかりの深い方ではありますね、何かそういった部分も感じられてね、なんかやっぱその南條さんとしてももちろんソロキャリアとしても、はい、あの過去にも出場戦されてるんですけど、もちろんフリップとしても出演されたりとかするし、はいはい、全部そういったものを総合したセットリスト、はいはいはい、ね、あの4曲目に、はい、オンリーマイレルガンやってましたね。ちょっとだけとか言うのあれちょっとだけいいよねあれね。あれはあれちょっとでも、うん、なんだろう、なんかあの当たり前なんですけど、うん、あれは流れちゃったら、うん、もうみんなオレンジになってもうそうね、会場が一斉にウルトラオレンジに染まるっていうのは楽しかったね。あの客席すごかったですね、うん、あれは良かったな。でもちろんその後グリーザイメドレー、はいはいはい、あれ良かったね。グリーザイメドレーも良かったですね、うん、本当にこれも素晴らしかった。最後サガナの惑星で締めくくるっていう、うん、この一連の流れもすごい良かった。だから本当にそのソロキャリアもあって、うん、プラスそのもちろんリスナーにライブに何度も出たフリップサイドの、はい、そういった幻影を残していますかね、うんうんうん、残像を一つ残したような感じもあったりとか、いろんなところが感じられて、で特に俺最後やっぱサガナの惑星をやった後に、はい、うん、あのバンドも出て、はいはいはい、一回ご挨拶するんですよね、うん、あの雰囲気も、うん、あのワンマンに近い感じで、うん、そうだね、もうね出てきてありがとうございましたってやった後、それで終わらないで、終わった後マイク持って、うん、実際に最高っつって終わったんですよね。あれは多分ね、まあ真島亮とか、はいはいはい、もうあの実際のスタッフも含めて多分もうあれは嬉しい瞬間なんじゃないかって。あ、なるほどね、ハッピーだったな。なんかそうです、ね、うん、本当にいい締めくくり方したし、まあ、南條さんはね、はい、逆にこっからどんどんとこの実際ライブを皮切りに、もちろんフリップのファイナルもありますし、うんうん、そうですね、うん、プラスご自身の10周年、その10周年も含めていくっていうのはちょっとこれはね、うん、
すごくいい、なんか、うんうんうん、本当に1月にいいものにしてもらったっていう感じだ ね、なんか2022ってそういう意味では本当アニバーサリーな方たちがいっぱいいるんですね。ナン、ね、ちゃんもそうだし、ナンちゃんもそうだし、うん、そう、なんか何かしらやっぱりね、その周年っていうものが、ね、うん、あったりもするので、うん、私はライター業15周年になりますけど、おお、すごいね。だから本当それぐらい経つんだなっていう話ですよ、ね、15年ですか。よく食ってるね、この浮き沈みの激しい業界でなんとか生き延びたぞって話、素晴らしい。だから今年はね、勝負の年かもしれません、はい、そうです ねというわけでございまして、そんなね、そう、あ、そう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 、はいはい、まあ、ファンの皆さんには一切見えてないですけど、うん、僕は楽屋で、そうか、バックステージいましたもんね。そう、なぎちゃんが、まあ、帰る時になんちゃんの楽屋やってて、うんうん、まあ、いろいろこう、うん、コミュニケーションしたんだけど、お二人が、はい、うんうんうん、すいません、そこのコラボを見てます、僕は。ごめんなさい。でも喋ってることはゲームの話でした。あ、そうなんだ。、そうなんですよね。ちょっとなんか、お二人がなんか、もちろんね、ゲーム好きだったりするし、うん、なんかね、そうなんです。いいですね、なんか NBC のこうカラーの一端をそこでやっぱこう見れるじゃないですか、アイアイとね、うん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 、いやー、いいですね。なんかそういった部分も含めて、うん、なんかね、そういったコラボもしかしたらね、はい、あったら面白いですけども、ね、はい、というような感じでリスナーゲームね、はいはい、こちら、ぜひぜひね、皆さん、まあ、なんかそういったライブレポートとかもね、うん、これ乗っかってるんで、はいはい、公式サイトにね、なんか反芻していただければと思いますよ、はいはい、うん、さあ、というわけでございまして、リスナーさんからのメッセージ、来てますか。来てるの、ほら、年末、はいはい、特番をね、生放送でやらせてもらって、そうだ、俺たちは生放送って武器も持ってたんだ。そう、その後に2021年の生放送ありがとうございましたということで、メールいただいてるんだ。だからさ、うん、もうこの収録自体が、うん、普通のスタイルの収録自体がもう1ヶ月以上前なんです。そういうことですな、ね、その間2回に生放送やって、うん、キャンプ会やってるから、うん、うちらちょっとバグってんですよ今。ちょっとね、普通のスタイルを取り戻す感じは、ね、はいはいはい、ちょっとだからまあ、すごく長文の熱いメールをいただいてるので、ね、なんかちょっと冒頭あたりね、読めたらと思うんですけど、ね、じゃあちょっと一節ね、はい、こちらはトーチさん、アンコの大蛇さんですね、はいはいはい、ラジプレ出演者様並びに関係者の皆様、はい、生放送2021年ありがとうございましたと、本当にお見苦しいメールです、お気をつけください。いやいや、こっちの方がありがとうございます、ね、生放送少し見させていただきました。また落ち着いたらアーカイブを見直しますと、ありがとうございます、チャットコメントが連続がちょくちょくうるさくしてすみません、テヘペロ。いいですね、2021年総締めアーティストのコメント、ゲストの温かい話楽しかったです。あと前回アニメに関して全然メールできなかったはずなので少しだけ失礼します。ただ音楽はどうしようかと間違ったりしたら、拙い文章とかすみませんと、すごい、ここからすごいもうずっといろんな作品がね、こう、なるほど、レイブンズの話とか、終わりのセラフ、オニマレルガン、ブラックブレッドも好きです、いろいろ、俺がいるシリーズも大好き、もうレイちゃんの話もしてる、もうね、これね、履歴書ですよ。NBC 貼りたいのかなってくらい。なるほどなるほど、素晴らしいですね、これ。ではゴチエさんの話ですね、うんうんうん、あ、すごいすごい、劇場の話もしてる、マジか、これはもう。てか、ごちそうさん、長えな。やっぱごちそうさん話長えな、うん。いいですね。好きなんだな、きっと。だから、うちの番組ね、来ていただいてる、藤平さん、ね、直隆さんとか、はいはいはい、狩野さん、太田さんにもよろしくお伝えくださいというですね、ご挨拶もありつつ。ありがとうございます。そうですね。なんか、素晴らしいですね、なんか本当に。住川さん、上田さん、ホッピー、ビール、好きな飲み物も人それぞれでいいと思いました。ありがとう。好きなヘローナー、何か気になりましたが、リベンジってわけなるか分かりませんが、質問です、はい、お好きな、あるいは常連で通うような喫茶店や甘味どころ、うん、お二人はありますか。僕は割と喫茶店巡りとかしてました。このラジプレ放送当日も50歳でもちょっとモデルになった東京都の、どこだこれ、清瀬市、清瀬市、うん、にある、喫茶ルボに行ったりとか、午前中には都内のカフェを数箇所巡ってました。ほうほう、おしゃれさんなんじゃないですか。おしゃれですね、うん、カフェ巡りですよ。だってドットールとかしか行かんぜ、カフェっつったら。そうね、そうです、本当にね、うん、先生またごめんなさい、はい、我々にちゃんとした返しがね、今回できてないです。僕もね、はい、ドットール好きなんですよ。あと、まあ、かすタバコの吸えたルノアール、ルノアールですね、電源あってタバコ吸えるからルノアールっていう選択肢、はい、そうですね。僕はあとはよく出没するのは、表参道の上島コーヒーですね。おー、あそこはいいですっ
りね。なるほどね。まあ、僕でも本当に僕も職業柄ってわけじゃないですけど、すげえ喫茶店とか行きまくるんですよ、うん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 、やっぱり仕事をそこでするんで、はいはいはい、まあ、そうね、うん、いや確かに何かおすすめ教えてほしいですね、またね、あのここいいっすよみたいな、はい、ね、うんうんうん、ぜひぜひなんかね、カフェでね、はい、ちょっとねコラボでコラボカフェ、ラジオでコラボカフェをね、はい、ああいいですねやりましょうね、はい、ね本当にでもね長文ね、たくさん書いていただいて、うん、ね、しかもまた iPhone から送信と、長い文章をフリック入力で、いすごい、ね、素晴らしい、ありがたい、うん、本当に、また今年もラジプレを、はい、ね、よろしくお願いします。もうなんかね、あの感想あったらこんなたくさんメールいただければと思うので、はい、あのぜひぜひよろしくお願いいたします。はい、というわけで引き続き番組ではリスナーの皆さんのメッセージを大募集しております。メールアドレスはラジプレ @nbcuni.com です。ツイッターのハッシュタグラジプレと YouTube のコメント欄もご活用ください。NBC ユニバーサルラジオプレイリストラジプレ。さあここからはコーナーのお時間です。その前に NBC ユニバーサルの新婦情報をお願いします。はい、新婦情報中西行ってきます。それではですね、まあ、1月版もう去年のあたりから多いです、うん、多いですと、うん、ずっと言ってて、うん、もういよいよ今ですね、ちょうどこの2月の2日もリリース、はい、まあ、まさに今日リリース日のタイトルもあるんですが、非常に佳境でございます。まずはですね、新幹線変形ロゴシンカリオン Z のオープニング、ことこさんのファステスと、週末のハーレムオープニング、ヘリカーズさんのジャストドゥイト、あと、ファンタジー美少女ジュニックおじさんとオープニングの福山よしきさんの暁のサラリーマン、この3タイトルもすでに発売済みという感じでして、これからの発売日いってきます。まさに今日の発売日ですね、うん、アニメ失格者の最強賢者オープニング、本日発売フリップサイドのリープオブフェイス、うん、で翌週が、アニメ天才王子の赤字国家再生術オープニング、2月9日柳なぎかける6ライのレベル、うん、でちょっと行ったり来たりあれなんですけど、うん、今度翌週2月16日がですね、うん、今度失格者最強賢者のエンディングですね、中島由紀さん、うん、デイオブブライトサンシャイン、うん、でその翌週、2月23日が天才王子の赤字国家再生術エンディングテーマ、南條佳乃さんの一人と君と、うん、となってます。でそのカレンダー上翌週翌々週に当たるのかな、うん、3月9日にはですね、ファンタジー美少女ジュニックおじさんとのルーチェトゥインクリンクファンタジーとがリリースになります、うん、でさらに今まで言ってるのはいわゆる主題歌系なんですけども、はい、ここからちょっとアルバム系を、はいはい、お話しましょうかね。2月23日がですね、はい、リスナーにライブでも出演しました柳凪さんの10周年記念セレクションアルバム、はい、ラウンドアバウト、はい、これが発売になります、はい、で3月9日にはですね、まあ、大人気のレジェンド ボカロ P ですね、はい、レコニーナさんのマネキンアルバム、マネキンがリリースと、うん、で3月23日にはフリップサイドのですね、南條さん在籍時ラストアルバム、はい、インフィニットシンセス6がリリースされます、はい、でいわゆる日本的に言うと機内の3月30日最後にはですね、うん、ボイスケープというですね、ちょっと声優のキャラクターユニットのですね、うん、アルバム、まだ世界の果てじゃないがリリースになります、うん、多い、何そのボイスケープって何、うん、ボイスケープね、うん、まだどっかでちゃんと説明しますけど、まあ、いわゆる映像、まあ、いわゆる紙芝居というんですかね、ピクチャーボイスドラマというですね、結構最近アニメのプロモーションとかでよく、使われている手法なんですけども、うん、それの映像を使ってオリジナルの原作を作り、うん、中島由紀さん、鈴代さゆみさん、大野優子さんという3人の声優さんにちょっと歌と演技をしていただくというですね、まあ、いわゆる本当オリジナルコンテンツではありまして、うん、YouTube、まあ、LBC の YouTube をで中心にちょっと展開していこうかなと。これは楽しみ、本当に楽しみです、これは、うん、曲も服装ですし、あの水島誠司さん、アニメ監督の水島誠司さんががっつりね絡んでたりとかですね、まあ、そういった意味では一流のスタッフが集まって、割とこうライトにいろいろテストケースも含めてやってみようというふうなチャレンジングな企画とはなりますね、うん、はい、ちょっとこちらもね楽しみにして、いきましょう、3月まで頑張るぞ、多いね本当ね本当にね、すごいね、もう本当にね頑張っていきましょう、はい、はい、というわけでございまして、それではこちらのコーナー行ってみましょう。 NBC ユニバーサルレジェンドディスク、今年もよろしく、というわけでございまして、このコーナーでは番組が選んだ NBC のアニメミュージックの過去の名盤についてお話ししていきます。今日の一枚はこちら、カーダマミスクヤザサークル、というわけでございまして、まあ、カーダマミさんね、以前サビアをね、うん、ご紹介しました、うん、あれセカンドアルバム、はい、今回フォースアルバム、はい、スクヤザサークルということで、
まあ、そこもかかってるね、うん、このスクエアというね、うん、こういうのが入ってますけども、こちらね、はい、以前リスナーの方がメールいただいて、うん、そうですね、うん、あのメールをよあのこちら書いていただいて、はい、あのスクエアザサークルを取り上げてくださいって話も、ね、そうなんですね、あのライムティーさんという方がね、はいはいはい、もう結構前に去年の6月ぐらいにようやく回収が、うん、すぐやれよって話したんですよ、すぐやるラジオだって言ってたんですけど、うん、まあね、遅くなりましたが、はい、というわけでね、さんありがとうございます、本当になんかね、あの割と業界のいる方とか、はい、あ、そうそう、そうですね、実は僕あったんですけどね、ありがとうございます、その説ありがとうございます、ありがとうございます、なんですけども、さあそんな、スクエアサークル、でございます、はい、まあ、川田真由さん言わずと知れたというでございます、うん、いわゆる、北海道の、こちら実力派音楽集団、はい、アイブ出身の、シンガーでございます、まあ、あの現在はね、うん、引退されて、はい、現在はソングライティングの面で、ね、作詞の面でね、多くのアーティストに、ね、幅広い、活動をされてたりとかするんですけども、まあ、その、マミさんが、うん、やはりシンガー時代といいますか、はい、やはり主に、まあ、2000年代後半から2010年代にかけてですね、うん、活動されてた中でのこの1枚なんですけども、いわゆる、まあ、マミさんの音楽的特徴を改めて言えばというところなんですけども、はい、非常にまあそのアイブらしいというので、あの元々いわゆるそのアイブという、グループといいますかね、音楽集団が作り上げてきた、はい、いわゆるデジタルサウンド、うん、いわゆるアニソンシーンに革命的な、まあ、影響をもたらしたこのデジタルサウンドというものを、うん、まあ、一つ武器に、まあ、デビューしたという、いわゆるアイブサウンドというものを買ってデビューしてきたわけですけども、そこからどんどんとあのマミさんとしては、まあ、音楽性をどんどん変容していくっていうのが言い方としては正しいのかな、うん、と思います、リリースをしていく中で、うん、まあ、徐々に例えばその、ギター的なサウンドであったりとか、うん、まあ、飛翔の空であったりとか、うん、ジョイントであったりとかっていうね、そういった、過去の名曲たちに、分かるように、まあ、割とそういった、ロックサウンドとも取り入れながらの、うん、ある種ミクスチャー的な手法として、うん、どんどんと、まあ、あのマミさんあの特有のいわゆるそういう情念あふれるボーカルと、うん、そういったサウンドを合わせた、ある種唯一無二なサウンドを作り上げてきたわけですけども、うん、ある種そのサビアでそういった割とロック的な、テイストをより取り入れた、うん、ジョイントに代表されるね、うん、中でリンケージに入って、その前作の、サードアルバムのリンケージなんですけども、うん、そこから、またそういったある種デジタルサウンドであったりとか、うん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 、そういった部分も含めて、より模索していくようになった中で、このスクエアザサークルっていうのは、うん、言ってしまえばそういったさまざまな要素を、一回またさらに集合させた、ある種川田真美オリジナルの、まあ、ロックテイストもあり、うん、デジタルサウンドもあり、うん、それを一つの集合体として、表現する、まあ、一つの、まあ、到達点かなと思うような、一枚だと思います、うんうん、割とその表題曲のスクエアサークルというのはもろデジタルの、うんうん、高橋さんの曲ですけど、うんうん、ビートが入るんですけど、その後のノーバッツですね、彼女の代表曲と言っていいでしょう、そうですね、とある魔術のインデックス2、うん、前期のオープニングテーマ、うん、というわけでここでまあ一つ、何でしょう、彼女にとっての大きな、まあ、転換期というか、まあ、うん、とあると出会いというのが、まあ、前作の、ね、リンケージに入って、おります、楽曲たちから、まあ、そのとあるから、まあ、1期からスタートしているわけですけども、うん、今回は2期ですね、2期になってということでより、作品と接近して、うん、こちらとある、インデックスの主人公の上条東馬の本名が成り変わるような、はい、まあ、非常にそういった意味で、まあ、その上条東馬のヒロイックだと言いますか、うんうん、そういった、まあ、強い、衣装をこう持ってくることによって、その川田真美自身がものすごく強い存在になっていくというものが、まあ、ある種象徴的な出来事なのかなと思ってます。うん、まあ、実際この後と言いますか、うんうん、この、ノーバツのリリースした以降ですね、うん、彼女の例えばライブスタイルも、結構大きく変わってですね、いわゆるガールズバンドですね。でしたね、うん、はい、バンド編成、ご自身がこのアルバムには収録されてないんですけども、ボーダーランドという曲では、まあ、ギターを持ちながら、うん、歌ったりするよ、割とそういった、割とそのガールズロック、ガールズバンド的、しかもそれがすごく強いイメージで前面に出るという、うんうん、本人の強さってものがより強く出てるのが一つあります。そういった意味では、まあ、ある種ロッキーかなって思いつつも、うん、この、アルバム全体と通して言うと、うん、割とね、あのロックだけじゃもちろん全然ないわけですよ、うんうん、割とマイバディとかドントスピンアウトとか、うん、その後の曲とかも含めて割とエレクトロニックな、うん、サウンドがあったり、すごくね、ざっくり言ってしまうと、うん、ものすごく有形的なんですよ、うん、割と90年代から2000年代ぐらいの有形ロックであったりとか、まあ、クラブミュージック、うん、
であったりとかの割とイメージが結構強くて、それこそブレイクビーツとか、うん、そういったサウンド、当時の UK のね結構枯れた音であったりとか、うん、結構入ってて、割とだからそういった意味では、華々しさであったりとか圧力強いんですけど、うん、渋さも結構あるから、うんうんうん、アルバム、うん、すごくねこのアルバムとしては聴き応えがめちゃめちゃあってですね、そういったことでは特に今その6曲目のユージュアルっていうインストがあるんですけど、そっからまたちょっとその渋さという部分から何でしょうね、何て言ったらいいの、そこからどんどんとね放射的にいろんなサウンドがまた展開されてる、うん、まず、あ、C ビジョンズが、うん、こちらねインデックス2の後期オープニングテーマでございますけど、そこから結構ね本当にさまざまなサウンドに展開していく、この F であったりとかね、その終盤でいうと Going Back to Square One、うん、このねロッキーなサウンドであったりとかも含めてですけど、もちろんダンスミュージック的なアプローチも非常に、強い楽曲もございます、そういった中でね割とご本人のそういったアプローチっていうものをこれまでも一回集合させて、はい、カーダマにオリジナルのジャンルを作り上げる、それを、によって、まあ、いわゆるジャンル的な動きといいますか、音楽ジャンル的な動きというのも、うん、本人のキャラクター性といいますか、うん、強さといいますか、そういったものが前面に出まくったアルバムなので、サウンドはいろいろやってます、うん、でそれがどれもかっこよく決まってますから、でもちろん最後にはセルメントというね、うん、セルメントシャナファイナルのオープニングテーマという彼女のルーツに戻っていくという、はい、割とだから結構盛りだくさんであり、うんうん、結構まあ集大成的な部分もあるわけなんですけど、うん、そうなのでこのアルバムが一つの僕の中では結構到達点感、うんうんうん、バニーさんの到達点感が強くて、うんまあ、もちろんその後に翌年にはベスト版が出たりとかね、うんうんうん、で2015年には、まあ、アルバムとしては最後になりますけど、うんうん、バラブレプチャーというね、うんうん、今度はカリッカリにエレクトリックを寄せた、ね、キバキでしたね、キバキエレクトリアルバムっていうのを作ったりっていう部分で、よりなんかねいわゆる精度といいますか高度といいますか増していくような、活動をして駆け抜けていくと、キャリアを駆け抜けていくっていう部分が2016年までね、うん、あってっていうのが、ちょっとこれはね一つ面白い、まあ、流れの中でやっぱり一つこのスケダサークルってある、うん、ちょっと面白さといいますか、うん、なんかね僕川田真美さんと赤い涙って曲からお仕事でお付き合いさせてもらってっていうんですけど、うんうんうん、当時やっぱアイブの中では、うん、まあいわゆる年下妹組っていうのかな、ね、うん、エコ先生がいたりネルさんがいたりとかね、うん、なんことこさんもそうなんですけど、うん、いたり中で、まあ、妹組だった川田さんがこの辺りからですね、いよいよこういわゆる姉貴というかですね、そうですね、そうなんだ、やっぱそれは言ってたね、当時ね、うんうん、やっぱりご本人自体とか、もともとアイブの特性上、うん、北海道からあまり出てこない謎の存在ってなかったんですよ、うんうん、でマミーさんが結構率先してフェスに出たりとか、はい、リサイライブもそうですね、はい、出たりとかっていうので、ご自身やってたしね、そうそうそう、うん、ご自身の割と末っ子感があるご自身が、うん、どんどん前に出て引っ張っていかないとっていうものの結果が多分インデックスの出会いもそうですし、うん、そういったバンドのスタイルもそうですし、うん、っていうなので非常にここが変革した部分というのがこのアルバムにも出てるんじゃないかなと、うんうん、すごく堂々たる一枚だと思います、うんうん、もちろんそのパンファーである中澤さんだったりとか、中澤智之さんだったりとか、尾、うん、崎武史さんだったりとか、ね、はいはいはい、この手腕っていうのもまた素晴らしくてですね、確かに、ね、うん、本当にサウンドもそうですし、マミさんのパフォーマンスも含めて、うん、とても素晴らしい、これは本当にまさに名盤というにふさわしい一枚だと思います、はい、ということで次回以降もいろんな名盤を紹介していこうと思います。皆さんからのリクエストがあればお答えしますので、メールやコメント待ってます。以上 NBC レジェンドディスクのコーナーでした。お送りしてきました NBC ユニバーサルラジオプレイリストラジプレ、エンディングテーマは本日発売ですね、失格者の最強賢者オープニングテーマ、フリップサイドでリープオフェイス、こちらをお届けしたいと思います。素晴らしい、いや、はい、というわけでこの番組では皆さんからのメッセージをお待ちしております。相変わらず飢えておりますと、ね、飢えたまま年を越してね、餓死すんじゃないかと思います死んでますよ、死んでますよね、はい、というわけでございまして、メールアドレスはラジプレアットマーク NBCUNI.com、 ツイッターではハッシュタグラジプレ、 YouTube のコメント欄もご活用くださいというわけでございまして、うん、久々の通常会、はい、ね、うん、でもなんかやっぱこれですよ、ラジプレは、うん、そうね、そう、当たり前ですけども、これがありがとうございます、うん、レジェンドディスクも久々に喋ったからなんか、はい、あ、さっきさ、レジェンドディスクで思い出したけどさ、はいはいはい、資料見てたら、まみちゃんのスクエアズサークルのリリースの時に、うん、
川田真美、黒崎真央、流れ田プロジェクトで新宿ロフトプラスワンでやった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 、あの和崎さんが確かそう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  MC だったよね、うん、であれだよね、イベント終わった後に、うん、2次会かなんか 2、30人で行ったのかな、うん、だね、で酒飲んであなたもいたじゃん、いました、なんかさ酔っ払って最後さお腹の上に黒崎真央とかさ川田真美ってサイン書かれてたんでね、そうびっくりしました成婚かと思ったのよかったマジで、あの酒飲んで、うんうん、まあ、あのサインされたの覚えてたんですよ、うん、あのサインあの記憶あるんですけど、はい、朝起きて全然そういうの気づかなくて、うん、風呂入るかなって服になる瞬間、うん、体中にびっしり呪文のように呪文のように書いてあってうわーっつってあ、じゃあカムイのさ入れ墨認定、うん、そう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 マジマジ、うん、びっくりしていやーって言いましょうあの後だから和崎さんと会った時になんか NBC イコール酒とか言って相当和崎さんも衝撃だった、いやあれはね、あれはすごかったね、いや僕もだってあれ結構割と NBC 飲みは、うん、あれが初めてくらいだから、うん、そうこんなにやるんだみたいな、まあ全盛期っすよあの頃はもう、ね、もう本当に懐かしいねはい、というわけでございまして、はい、まあそんな感じでございましてね、はいはいはい、次回は来週でございます、はい、再来週でございませんよ、来週2月9日に配信予定です、ぜひまた聞いてくださいね、それではここまでお会いでは住川隆一と NBC 上田と NBC 中西でした、バイバーイ、バイバーイ。この絆に永遠を誓う。